はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけれども、こちらチケッツの方が、まあ、これドリーム選べるね、ドリームフェスもらったと思うんですけど、今回、こちらチケッツがね、なんか集会でもらえるみたいで、早くも10枚たまったので、まあ、ちょっと引いてみようかなと。今13枚、もうちょっと集会すると15枚くらいまでいくのかな。とりあえず100連してみます。はい、でこれはドリコレとフェスゲンの選手が手に入るチャンスがあるので、結局ここで取っちゃって先にチケットで選んでしまうで、こっちで出ちゃうとあれみたいになっちゃうんで、逆にこっちでこっちを全部消化終わってから選べる方をやった方がいいんじゃないかなと思います。はい、5% ね、100連で5で2枚割って 5% だから、まあ4枚くらい出るのかな。そのうちフェスがどれくらいの比率で入っているか、1、2、3、4、うん、シュワレ、おー、緑、微妙い。シュナイダー緑は微妙い。5% だけど。ない。5% 引けないぞ。おまけ。はい、ブラボ。昔はブラボが高かった。これ次どういうルール？お、また5%。また5%。5%ね。5%ね。はい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 。ずっと 5% なのね。もうないじゃん。5% でも全然ダメじゃん。え、みんななんか、なんかもう、怪しい、すでに怪しい。どうなんだろう、その辺。はい、さあ、ここ 50% 外したくない。あ、そっか、 50% 余るから6体くらい取れておかしくないのか。外した 50%、 マジか。うわ、外した。うわ、はい、40連目。まあ20分の1を40連して出ないことは、たったチャンス1、2、チャンス2は手話。あ、また緑。これはどうなの。あ、これはあった。これはあった。初。40連して初。もう一個。おじさん。ナイス。さあ、どう。フェスゲーム。あ、じゃあ、ドリコレーが欲しいな。ドリコレーのニュー。ど、石崎もうすごいいっぱい。石崎もうすごい、すごいいっぱいいる。なんで、なんでこんな石崎、そしてなんか、統一になってるし。え、なんでこんなこの石崎ばっか出んの。まあ、フェスとか薄いのかな、どうなんだろう。チャンス1、2、3、4。はい、あ、もう50連終わっちゃった。半分。美咲くん、あー、紫、金爆発。あ、そういえば最近金爆発見てないな。金爆発確定枠以外お願い。年功、お、これで帳尻あったんじゃない。どこどこ、まず確定枠。あー、これなってこれはコレのエリックかな。お、なんかジェンティール、すげえ、なんだこれ。フェス、ほら、フェスジェンティ出た。びっくりした。さあ、ほら、選ばないで先にこっちの方がいいでしょ。これはこれドリコレの子、わからん。ドイツがわからない。シュートキラー 80%。 いや、シュートキラーだからこの子ドイツ、この子ドリコレの子だよね、きっとね。はい。違ったらごめんなさい。いや、これが出たのが一番びっくりしたよ。はい、じゃあ残りもう50連やっていきます。おー、すごいですね。ナッテレーザミラクルドリブルの予備ができた。まああるんだけど、まあいいか。はい、ちょっと今ね、ドバドバドバって出ちゃったんで、しばらくお休みじゃないかな。ああ、出た、美咲くん、翼くん。持ってないキャラクターを、持ってないやつ、もう一個。はーい、これは1個目だっけ。おお、ドリコレすごい出るのはいいんですけど、これ、あ、めちゃめちゃ嬉しいかも、これ。これでしょ、要はユニでしょ。あ、これめっちゃ嬉しい。あの、即の井川にこのパスカット移植したかったんですよ。あ、移植できるわ。これはちょっと嬉しい。いやね、去年もすごい活躍してもらいましたけどね、タックル弱いんで、あ、今のところいいのはこのパスカットを手に入れた。そして予備のジェンティレイ、これで、じゃあ70連目いきます。うん、あわよくば
ボバング、いい加減ボバング欲しいんですよ。ボバングのボバングジャンピングヘッドが欲しい。あと欲しいキャラクターなんだろうな。さすがにね、調子が良すぎですよね、ここら辺までは。はい、さあここ SSR50%、 ここは逃したくない。さっきはダメだった、今回は、お、今回はあるんじゃない。5結構ね、やっぱいいですね。 5% で確定枠とかね、ちょいちょいあるんで。ドリコレートフェスが出るのいいですね。確定枠以外はどうだ。確定だけか。あ、50番のところだけか。ドリコレウォッシュナイダーウォッシュナイダーか、なるほど。はい、あ、じゃあ全部やっちゃうかね、これね。130連分、あ、これなさそう。はい、じゃあこれで100連。お、ブラボいっぱいもらえるのいいっすね。頼みます。123、いやなかなか。虹爆発が見たい。え、みんな何出てるんですかね。あー、僕回答、お、あ、確定だけ。どうでしょう。ドリコレ、ドリコレはど、うん、これドリコレじゃなくて初期キャラこれデバフのやつだよねこれ欲しい、あ、欲しい人いるのかな。はい、さあ、じゃあね、やっちゃいましょうね。130連分、お、どうどう、 10連時あるんじゃない。わあ、どう、一番微妙なやつ。ロベルトないよ。いいね、なんかブラボーが入る。おまけ付き、あと20連で終わりです。5話、さすがに5話なんで欲しいけどな。あー、また美咲、翼くん、ここは、あ、あったあった。ドバドバドバとか何、2個、あ、1個、やっぱ確定枠以外はなかなかですね。さあ、8個目ドリコレが欲しいです。うわまあ十分出たか。さあ 50%、 130連して終わります。さあどうでしょう。あ、逃した、どうだ、これは逃したか。でも5は飛んでいる。行け。あ、またなんか今日緑シュナイダーめちゃめちゃ多いな。あ、ない、最後最後逃しました。はいはい、というところで、130連押してみて、130連して皆さんどんくらい出たのかな。1、2、3、4、5、6、7、やっぱドリコでしたね。8、結構ドリコ多かったですね。8体、130連して8体、まあ確定枠もある分も含めて、まあ8体くらいは理論的に理論値くらいなんですかね、多分ね。はい、というところで、まあ最終的にどのキャラが出るかはまあ運なんですけど、こういうふうにさっき言ったみたくこうね、あそこのチケット選べるやつ、確か選べましたよね。選べるチケットでジェンティーレいたと思うんですけど、さっきね、選べるって言っちゃってたんだけど、選べるって当たってきたっけ、合ってるはずなんですけど、すいません。あ、そうですね、はい、ここジェンティーレまでね選べるので、ジェンティーレがね出現するのを確認できたので、この辺にいるキャラクター全部出る可能性ありますから、やっぱりチケットが出てから最終全部チケット消化が終わって、最終的にどれを取るかっていうのを、考えてみるというのが順番的にはいいんじゃないかなと思います。はい、まあ気がなければねずっと残しておいてっていうのでもいいと思うかなと思うんですけども、はい、というところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですけど、皆さん何が出ましたかね。皆さんいい戦力アップになっていることを、祈りながら今日は、この辺で終わっていきたいなと思います。というところで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。